こんばんは、けんぞうです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はですね、本当にこのニュースを見た時にマジで僕はですねびっくりしました。本当にビビりました。そのくらいすごいので、今後ですねエバードームで爆撃を狙っていきたいあなたはですね、絶対にこの動画を最後まで見るようにしてください。このエバードームをはじめ世界を相手にしている企業ですと、やっぱりですね情報の発信が主に英語になってきます。伸びる前の情報っていうのは主に海外からの情報になるのは皆さんすでにご存知かと思います。ニューヨークに現在住んでいる僕だからこそ、英語での情報を正確に素早くあなたにお伝えすることができております。そういったですね伸びる前の情報を獲得して、他ではまだ知られていない情報で爆撃を狙っていきたいあなたは、今すぐチャンネル登録をお願いいたします。早速ですね本編に入っていきたいと思います。本日はですねエバードームニュースということで、後でですねランドについてもお話はしていきますが、まずはこちらです。今年のですねダボス会議にエバードームも参加するということですね。おそらくですねダボス会議を聞いたことはある方は多いかなと思いますが、詳しくですね知らない方が大勢いるかと思います。簡単にですね一言で言うと、今後の世界をどのようにしていくのかが行われるところになります。ダボス会議を詳しく見ていくのですが、そもそもですねダボス会議とはスイスのダボスというところで行われる会議になりまして、別名がですね世界を動かす 1% の富裕層の集まりとも言われております。つまりはですね世界のトップの人たちしか参加することができない、今後の世界の方針を決めるとても重要な会議ということです。現在流行っているアニメのワンピースで例えますとレフェリーのようなものになるかと思います。こちらのダボス会議の正式名称は世界経済フォーラム、通称ですね WEF と呼ばれておりまして、代表的なですねリポートがあるのですが、国際競争力リポートだったりとか、ジェンダーギャップリポート、グローバルリスクリポートがあります。これらのリポートはですね学術界であったりとかビジネス界のパートナーとともに綿密な調査が行われるため、世界的にですねかなり信頼度が高いものとなっております。今回のダボス会議で CMO でもあるバリー・シンさんという方がですねプレゼンをするようですね。ダボス会議のですね概要はこのくらいにしますが、つまりはですね何が言いたいかというと、かなりすごい、とんでもなくすごい会議に参加しているわけです。本当にですねこれすごいと思います。なので言ってしまえばですねダボス会議銘柄とも呼べそうですよね。単純に難しいことは考えないで、このダボス会議で決まったことに対してはですね公的資金というものが集まってきます。ですので今後の期待値っていうのがですねぐーんと上がってくるかと思います。エバードーム自体ですね今下がってはいますが、そんなにですね心配はいらないんじゃないのかなと思っております。ですが仮想通貨市場が今下落していますよね。そういう場合はですね仮想通貨市場以外でも資産構築をしていくことが重要になってくるかと思います。半年後1年後にですね富裕層になっていけるポートフォリオがあります。こちらはですね LINE 登録者限定でお伝えさせていただいておりますので、近いうちに富裕層になりたいあなたはですね概要欄のこちらから僕の公式 LINE がありますので、今のうちにですね登録をお願いいたします。次はですねみんな気になっているランドについてですね、ランド販売はですね今月中とはなってはいるんですが、まだランドセールについての目立った発表は正直ないですよね。めちゃくちゃ期待している方が多いと思うので、今後のですねランドセール情報を待つ形にはなります。ただですねランド内の映像であったりとか画像が公開されております。めちゃくちゃ綺麗ですよね。マジでもう写真かと思うぐらいめちゃくちゃ綺麗です。見てください、本当に綺麗ですよね。このランドにですね参入してくる企業であったりとか有名人の方がですね発表がありました。 F1 レーサーのニックさんとグローバルリーチという企業ですね。僕ですねあんまり F1 は詳しくないのですが、調べましたところ、ニックさんはですね F1 ではかなり有名な方のようです。このグローバルリーチについては詳しいことはですねよくわからなかったのですが、単純にエバードームに参加するというニュースになるくらいですので有名なところなんだと思います。今後ですねこのエバードームのランドにフェイム MMA も参入してきますし、これからですねまだまだパートナーシップも発表されてくるかと思いますので、今後のですねエバードームがかなり楽しみだと思います。メタバース界の中でもですね本当にトップクラスの綺麗さになりますので、本当に楽しみですよね。またですね今後エバードームの最新情報がありましたらすぐご紹介させていただこうと思いますので、今のうちにですねチャンネル登録をしてタイムリーな情報をぜひ受け取っていただければと思います。何かですねご質問等がありましたら概要欄のこちらから僕の公式 LINE がありますので、お気軽にメッセージいただければなと思います。今回の動画はですね短くなってしまったんですけど以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。